ここからは明日のお天気の注目ポイントを3つ確認していきましょう。1つ目はこちら。日本海側は午前を中心に雪となります。ではお天気の流れを確認していきましょう。このように北日本の日本海側から北陸にかけて雪が降るところが多くなりそうです。ちらちらふわふわと雪雲が流れ込んで、一部沿岸はみぞれや雨になるところもありそうですね。ただだんだんと闇間が増えていきまして、午後はお天気が回復するところもありそうです。また湿った雪になるということで、雪崩にも注意が必要なんですね。新しい雪が増えていきますので、お気をつけいただければと思います。はい、雪崩の前兆を知り回避するということで、このような前兆が見られたら絶対に近づかないようにしてください。このように亀裂が入る、島が入る、そして転がり続ける雪玉が出てくる、こういったところには絶対に近づかないようにしてください。写真で見ていただくと、こちらが亀裂、そしてこちらが島ですね。では2つ目のポイントも見ていきましょう。西日本から関東は穏やかな晴天となります。アイコンで確認していきますと、晴れのアイコンのところがかなり多くなっていますね。太平洋側を中心に穏やかな天気となりそうです。気温見ていただきますと、東京の最高気温12度、名古屋11度、大阪10度ということで、それほど高いわけではないんですけれども、この時期として高いわけではないんですけれども、今日と比べるとね、ぬくもりを感じられるところも多いんではないでしょうか。ではお洗濯情報も確認していきましょう。晴れるエリアが多いということで、お洗濯 OK のところもたくさんありますね。朝は厳しい冷え込みということで、高知は寒くて NG のち OK となっております。外干しのチャンスとなりそうですので、ぜひお洗濯物外干ししてみてください。では3つ目のポイントを見ていきましょう。花粉も飛散に注意が必要です。花粉が大量に飛散する可能性があります。名古屋は極めて多い、東京、高知、福岡が非常に多い、広島、仙台が多い、金沢、大阪がやや多いの予想となっております。明日も全国的に花粉が大量飛散する可能性がありますので、対策はしっかりと行ってください。ではレーダーでも確認していきましょうか。朝8時の時点でもやや多いところが太平洋側を中心に多くなっていますね。時間進めていきますと、だんだんとオレンジ色の多い、赤色の非常に多いのエリアが増えていきまして、一部エリアでは紫色の極めて多いのところもありそうです。帽子、マスク、メガネなど花粉対策は万全に行いましょう。ということで、明日のお天気の注目ポイントを3つ確認していきました。ではここからは今日のお衣装をご紹介していきたいと思います。今日も素敵なお衣装を提供していただきました。先ほどさやさんとのクロストークでお互いの衣装を褒め合う時間がありましたけれども、いつも素敵なお衣装を提供していただいて感謝ですね。このワンピース可愛くないですか。ドッキングワンピースなんですよ。ちょっと重ね着っぽく見えるかもしれないんですが、ワンピースで素材感はですね、ちょっとこのスカート透け感があるの分かりますか。そう、ちゃんとね、裏地はついているので透ける心配はないんですけれども、こう軽やかな透け感のある素材となっておりまして、あとウエストのところがキュッとしているんですよ。わかりますかね。そう、こんな感じでウエストがキュッとしているデザインなので、こうスタイルアップして見える、うん、あ、スタイルよく見えるってコメントありますか。嬉しい。いいですよね。あとはこう肩のところがふわっと
フスリーブっぽくなっているのも素敵ですね。これかわいい、お買い上げしたい。リゼクシーさんのワンピースとなっています。そしてピアスがジュエッテさんのものになっているんですけれども、これもかわいいんですよね。あの前面がシルバーで裏面がちょっとゴールドっぽくなっているんですよ。わかるかな。そう、こんな感じでね、裏の方にもこうゴールドっぽい飾りがついてるのがおしゃれなんですよね。ということで、今日も素敵なお衣装、そしてアクセサリー、スタイリングをありがとうございました。今日の衣装紹介のお時間でした。